TikTok に上げた私の動画がバズりにバズっております。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパムキンです。本日もドッカムトルをやっていくんですけども、なんかおすすめに載ったみたいで、いやありがたいですね。でその TikTok のバズってる動画のコメント欄にですね、私がおすすめするドッカンバトル配信者、ちょっと勝手に宣伝してますんで、TikTok インストールしてる方ぜひ見てください。はい。でね、その TikTok の動画欄にちらほら見受けられたんですけども、そんだけダメージ値どうやって出すんですかっていうのがあったんですよ。4300万出とったのかな、このスタンバイスキルというか、この元気玉で。なのでね、まあ、その TikTok 見た人がこのチャンネルに飛んでくるかどうかは知らないんだけど、で TikTok の質問をどうして YouTube に出すのかって話なんですけど、まあ、そんな話はさておいてね、まあ、一つの動画のネタとして、まあ、出してるんです撮影してるんです。で、孫悟空&ベジータ、まあ、これをリーダーにして、まあ、この魔人ブーを倒せ、まあ、行くんですけども、最強の奥義ね、のステージ。あともうね、中身ね、補正キャラばっかり入れてるんですよ。これ、味方全員のアタック点 35%。で、味方全員のアタック点数 30%。 で、味方全員のアタック点数 30%。 これ属性ガシャのさ、孫悟飯青年期、これ運よく持ってるんだけど、見て解放やばない、ほんま素人かって。アタック点数 50%。 これ属性ガシャって今どれになってんだろう。で、天津飯魔人ブーの長兄のアタック 30% 点数 50% と。で、スペシャル枠、まあこれ使ってね。で、サポートアイテムさ、五反ブルマ使うわけや。で、やり方としては、まあ、まあまあ、まあ、行きながら説明するわ。やり方としては、もう皆さんご存知の通り、ダメージ値踏むよね。で、半分削らすよね。ホタね。これ、会社の先輩の言い方なんですけど。それがどうしたっつう話です。で下バシンしとるじゃないですか。そう、この動画がねバズりにバズったわよ。分からんな、何をバズるか。ちょ、何が言いたい、何の動画バズるか分からんわよ、このインターネット界隈、動画配信界隈、何がバズるか。だってこれ、こういうその僕が作った僕たちは天使だったら楽曲つけて作ったんだけど、それツイッターにも上げてるんですよ。ツイッターにも上げてるんだけど、あれだわ、それもなんか今なんか5、6000いってるわよ。すごない？でも YouTube で上げるじゃん、1000もいかんのよね。わからんわお前。やっぱ YouTube っていちいち行って見るっていうのはあれなんかな、めんどくさいんかな。ほら TikTok とか Twitter ってさ、去って見るじゃん。ツイッターだったらツイートしてる、ね、ポチンって見るじゃないですか。TikTok だこう、ほら、縦にスライドしていったら、これが出てくるじゃないですか。やっぱ TikTok かツイッターの方が見やすいんかな、と私は思ってるんだけど、何の話してるの？そう。4300万を出す方法ですね。まあ、ここ選べずに見なくてもいい。元気をチャージを5ターン内にこのチャージマックスした時に、5ターンブルマを使うわけ。ほんで、バシコン打ったらいいわけっつ話です。ただただやり方はそれ。ただただやり方はそれなんだって。果たしてチャージできるかどうかなんですけど、できそうよね。できるね。ほら、いけたらね。ほんで、バシコン打つわけや。わかるかい？仕事休憩中に撮影してるんだな、こっちとら。ね。YouTube の動画もバズりたいんだけど、ちょっと、まあ、ちょっと頑張っていくわ。みんなが見てくれるような動画を、ちょっともう作っていくわ。頑張るわ。頑張ります。特パン頑張る。はい。おそらく、僕のこの8周年、ごくベジ、無凸やから、ほら、リンクも上げてないし。ほんで、これね、そう。で、ブルマ使うわけやな。
ブルマでアタック上げて、でバチコリ打つというわけでございます。はい、これってオフ、スキップオフ、スキップオン、あ、オフになってるわ。じゃあ打とうか。いいね。楽曲つけた動画はやっぱり TikTok に流すべきよね。 YouTube だとさ、なんか3本ぐらいちょっと楽曲つけた動画出してるんだけど、やっぱ著作権引っかかるわよ。もうこれから TikTok 上げていくわ、楽曲のあれは。おそらく4000万ぐらい出すで、アタックダメージ値。ほらな、ほら、すごない？4400万、いいじゃん、いいね、最高ね。だ、こういう質問が、どういう、なんでこんなアタック値出るんですかって質問来たから、今日はね、そう、 TikTok の見てくれた皆さんのご質問に、お答えしたっていう動画でございましたけど、まあ短い動画よね。あ、それとさ、なんかリオプラ来るみたいね。アンドロイドが1位になったから、あの石100個くれるから、あのまだ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 ガシャ引くチャンスあるからね。爆死したい人、もう俺も GT 悟空ベジ法待ててないんだけど、ちょっと8周年の間に、出せれたらいいかなというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。